はい、皆さんこんにちは、コウキです。今日はですね、行人弁をうまく書くコツの動画なんですけども、これ今日はですね、非常に簡単ですので、すぐに覚えられます。なのですぐにですね、実践して真似してみてください。はい、まず最初にですね、結構ありがちなパターンで行くという字ありますよね。行く、行人弁の行くで、これをですね、まずちょっと書いてみて、で、その後ですね、ちょっとだんだんちょっと直していきながら、一箇所ずつ直していきながら、最終的にものすごく美しい形のですね、行人弁を使った、行く。で、これをですね、書いてみようと思います。ではですね、まずちょっと行く、書いてみます。結構ですね、ありがちなパターンなんですけども、いますね。まずですね、ちょっと行くっていう字ですね、書いてみたんですけども、これ皆さんちょっとここを見ていただいてですね、一箇所直すとしたら、どこだと思いますかね。一箇所ですね。今日はですね、行人弁なので、行人弁の方ですね、まずちょっと注目していただきたいんですけども、ここでですね、注意するべきところ、これでもですね、悪くはないんですけども、こういうふうに変えたら非常にですね、良くなります。じゃあここですね、右側に書いてみますね。行人弁を、どう直すかですね。で、行人弁はですね、結構簡単に思いがちなんですけども、最初のこの羽ですね、これ最初の払いで、これの方向を見てください。結構真横気味なんですよね。これが正しいですね。で、次ですね。次はですね、こんな感じですね。斜め左下に大きく払います。はい。はい。で、こうしていただくとですね、どうですかね。こっちの方が字としてですね、結構美しく見えるんですよ。こっちの方がですね、字としては正しいんですよね。こっちの払う方向ですね。こっちは真横気味に払って、こっちはですね、斜め左下、もう全然方向違うんですね。はい。で、こうしていただくと、まずですね、美文字力で言うと、グーンとがアップします。はい。で、これがですね、第二段階ですね。で、最後、第3段階ですね。はい。これから、こう来て、こうですね。最終的な、行くですね。で、今度はですね、行人弁でちょっと正すところで言うとですね、もうここだけなんですよ。なので、非常にこう簡単なんでですね、ぜひ、いろんな行人弁にですね、出くわしたときに、これちょっと使ってみてください。ここ、払うですね、方向ですね。まず第1画目は、左、真横気味ですね。で、第2画目がですね、斜め左下。結構方向が全然違います。はい。で、こういうふうにこう、ここですね、ここ注目ですね。で、この第3段階ですね。これはですね、行くという字にちょっと限ってなんですけども、ちょっとですね、最終段階の美しいですね、行く、書いてみます。まずですね、横に払いますよね。で、ここですね。ここのラインよりも、最初に跳ねたところよりも、ちょっと中に入ってですね、この辺から第2画目。こんな感じ。で、この辺から、こうですね。で、止めますね。で、次ですね、行く。ここの、ちょっと隙間見てくださいね。で、この隙間はですね、結構開けた方が行くはですね、非常に美しく綺麗に見ます。はい、こうですね。これが最終的な、行くという字ですね。こういう感じに書けると非常にいいと思います。で、あとですね、ちょっとここでは、行書もですね、これ解消気味に書いたんですけども、これをですね、行書で書いてですね、最後これ終わりたいと思います。行書の場合も同じですね。
こう跳ねる方向、払う方向ですね。で、ここがですね、少し違います。ここ少し丸めでですね、柔らかく。で、ここですね、隙間開けるのは一緒なんですけども、ここですね、続ける感じですね、行書なんで。はい、これですね。これが行書の美しい行ですね。はい、ではですね、今日は行人弁が、美しく見える方法、うまく見える方法ですね、について動画にしてみました。皆さんも、ぜひ試してみてください。